U字工事の旅発見。今回のテーマは壬生町安塚。壬生町の北部、姿川沿いに広がる地域。江戸時代には宇都宮と壬生を結ぶ街道の宿場として発展しましたが、戊辰戦争では激しい戦いの舞台となりました。今回は壬生町安塚をめぐってメッケをお届けします。2人でメッケを探し歩く知的旅番組、U字工事の旅発見。どうも。今回のスタートはですね、はい、東武線の安塚駅前。安塚ね。渋いね。にしても暑いね。まあ暑いね。まだね。体慣れてないんだよね。体がね、暑さについてていいんだよね。しかもマスクしてっからやっぱ余計暑いんかな。ここだけ切っちゃえば。下に意味ないだろお前。迷惑かけるわ。ねえ、ちょっと目指してテカってんじゃない？テカってとか汗みたいな。ああ、普段あんま汗かかないけど、かくかもね。今日暑い。なんかね、ちょっと体調ね。気をつけなきゃいけない。水分補給だけちゃんとしていきましょう。そういうふうに思います。はい。はい。で、今回のテーマがですね、壬生安塚。安塚。来たことないね。もしかしたら来たかもしれないけど、印象残ってないかもしれないぐらい。申し訳ないけどね。すごく静かな、こう。まだ人を見かけてないんですけども、はい、東武線ね、うん、安塚、はい、壬生だよ、壬生町、うん、これ何があるのか、そうですね、ちょっとここテーマで、はい、メッケに行きましょうか、行きましょう、はい、あ、今回案内してくれる方いました、よろしくお願いします、有志講師います、よろしくお願いします、相田と申します、今日はよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、あ、失礼します、壬生町の観光ボランティアがいるということで、はい、安塚っていうのは僕らあまり詳しくなくて、はい、どういった地域なんですか、はい、はい、ここはですね、この東側に、はい、姿川が流れてるんですね、姿川、昔で姿川中学校、あ、今もあるんだろうけど、姿川中学校って、ね、はい、そうですね、バスケの練習場やった、はい、それで強かった、姿川、はい、姿川のここは西側になるわけですけども、姿川西側、はい、古墳時代の頃には、はい、ここにも古墳が作られたということで、八つ塚、あ、最初は8なんすか、八塚というふうになったので、はい、説があると、変化してたんだ、はい、まあ、学問的には八地という平らなところと、こっち少し行きますと小高いところがあるんですね、はい、だから八地という平らなところと、まあ、塚というところ、ね、合わせて、まあ、八つ塚、諸説あるんですね、でも、はい、で幕末の時期に、はい、ここで大きな戊辰戦争の安塚の戦いっていうのがあったんですね、宇都宮城の戦い有名ですけど、はい、この辺でもあったんですか、はい、戦いが、今日はですね、はい、その安塚の戦いの後を、はい、その街道を歩きながらね、はい、説明できればと思ってます。でも全部整備されてますね、これ駅前は綺麗になりましたね、はい、あれさ、なんか先生やられてるんですか、はい、ですから高校で歴史を教えてます、はい、すごい、本当の先生でもあるんだ、県立高校を退職してから今の文政芸大附属高校にお世話になってるんです、はい、大田高校は赴任したことあります、ないんです、県北は行ったことない、県北ないですか、ああ我々大田高校なんで、はい、よく存じてます、ありがとうございます、はい、すごい散歩番組ですね、この正面の本当にね、この道っていうのはここが宇都宮街道なんですよ、はいはい、それで、北の方に行くと宇都宮ですね、はい、でこちらに行きますと身分になります、はいはい、安塚塾には人足が4人、はい、馬が4匹、はい、これは必ず備え付けておいたんですよ、はい、大名なんかを通る時には、はい、通過するだけなんですけど、はい、途中に大久保家という名主をやったうちがありまして、はい、そこで殿様が休憩するってことはあったようです、高速道路行ったらサービスエリアっていうのはパーキングエリア的なちょっと小さいサイズの休める場所みたいなんですか、はいはい、そうですね、はい、確かに車の通り多いですよ、今多い、気をつけて、多いですよね、おこれすごい、すごい、こんにちは、立派な門が、これすごいですね、この門すごい、なんか島田さん、島田さん、島田と言います、あ、すみません、よろしくお願いします、よろしくお願いします、現在この先生はお隣で島田医院お医者さんをしています、へぇ、お医者さんの戊辰戦争の時に、はい、ここに政府軍、新政府軍の、はい、まあ、本陣がここに置かれたんです、へぇ、はい、
病院の話になったので、はいはい、ちょっとよろしいですか。はい、いいです、はい、この安塚の戦いの時に、はい、僕のお城の中に野戦病院を作ったんです、その野戦病院で女性ですね、近隣の女性を、はい、9名雇ったという記事が、土佐藩の、 あの従軍医っていうんですかね、はい、従軍医の記録に残ってるんです、はい、それまでは横浜であの最初の女性看護人ができたというのが定説だったんですけど、はい、1ヶ月早く運動の方で女性の看護人が生まれてたんですね、はい、女性看護人があの置かれたということができた。やっぱすごいですね、身分。そうですね、そうなんですね。新政府軍が陣を張った時は誰とかがいたんですかね。私たちはそこまでは分からない。ただその先にですね、はい、あの墓っていうか地下があるんですね、はい、土佐藩の国吉さんと武市さんと半田さんっていうのはあります、はい、その方たちの子孫の方、何年か前にいらしたことあります。長屋門には、はい、あの弾痕が残ってるというふうによく聞くんですけど、なんかもうだいぶ傷ついてしまって、伝説で刀傷があるとか玉跡があるとかいろいろ言われましたが、もううまくわからないです。はあ、探しますね。そういうもんじゃねえんじゃん。いや見つかんない、すいません、見つかんなかったですね。観光客いっぱい来るようにギーってやっちゃいましょうか。ほら、これがそうですって。いや、乗っかんない、やめてください。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、はい、ます帰り、また、はい、この辺は、はい、安塚の戦いが行われた場所のずっとそうなんですね、はい、旧幕府軍と新政府軍の兵士がこうこう行き交って、はい、あの物陰に隠れて、はい、銃撃戦とか、あの奥さんが来ましたけど、あの白兵戦とかね、やったんじゃないかと思うんですよね。でも宿の人、農民なんかは、はい、あの息を潜めてね、あ、もうまだ、はい、まだ閉めて見てたんですかね。そうですね、息を潜めてじーっとしてたと思うんですよね。うちに入って逃げ込んでこないでよぐらい思ったんですよね。先生が身分こうどちらなんですか。身分で生まれて、はい、高校とかどちらだったんですか。栃木です。栃木ですか、はい、優秀だ。優秀。いやいや、昔あの野球の指導もしてて、野球部、はい、監督だったんですか、で、大校で、はい、あの分かるかな、ひとみさんとの、はい、決勝行った時の県営球場で、はい、決勝戦でこういうふうに投げてるところを見ました。初出場したかったんですよ、甲子園。急に大校野球部の話になりました。はい、決勝行ったのはあの時だけです。あの時だけですね、はい、夏は。俺は小学生ぐらいですね。接戦で負けたんだよな。1対0だと思うんですよ、ね、はい、阿久津監督って言ったの。おー、はいはい、呉服屋のやつ。それは大島部長。僕押されましたよ。あ、そうなの。はい、あの社会の授業ちょっと押されました。社会の授業、おぞおぞって喋る人ですよね、うん、体の大きい、はい、おっかないです。練習試合とかやらせていただいたこともあるんです。あ、そうですか。その時は、相田先生は何高校の野球の教えてたんですか。鹿沼と、はい、あの宇都宮、大鷹ですね、はい、2つ。監督だったんですか。監督。おお、めっけ。で、俺らこっちに食いつきすぎだろ。すいませんね。先生に興味持ってよ。今日はこれ野球の歴史じゃなくて幕末の歴史ですね。あの二人が、はい、あの代行なんで、はい、私はね、あの親近感感じてるんですよ。いやー、ありがとうございます。大島さん知ってるんですね。でもあの怖かったんですよ。僕らの年齢でも寝てるやつると机バーンって叩いてみんなブーッと起きたりとかするんです。そう、先生っていますよね、必ずね。はい、こんなバーンって。そうですね、隠れたんだよな。あ、アリスト乗ってるんですよね、アリスト。あ、もうそこですね、はい、雑談したらあっという間ですね、はい、あっという間ですね、はい、ここです。はい、戊辰戦役の日。もともと宇都宮に大鳥圭介とか土方歳三が入ったわけですよね、はい、で二部にあの新政府軍 の、 この鳥取藩ですね、鳥取とか土佐藩が入ったわけです、はい、ちょうどこのもう少し行くと姿川がありますけど、はい、姿川を挟んで、こちらが新政府軍、はい、向こう側が旧幕府軍を退治したわけですね、はい、4月22日の午前2時頃というのが真っ暗だ、はい、それで相手の鉄砲 の、はい、あの鉄砲を撃つと火が出ますよね、はいはい、その火花を見てこちらも鉄砲を撃ったというぐらい最初。へえ。その時は旧幕府軍が優勢だったの、はい、優勢で
この鷲塚塾をずっと押してって、宇都宮からずっと押してきたんですね、さっきの島田津辺りのところまで、はい、攻めてったわけですね、そしたら朝になって新政府軍の方から川田佐久間っていう鳥取藩の指揮者がいるんですよ、川田佐久間が援軍を連れてこちらに来るんです、でこれ逃げてるのは、はい、これは旧幕府軍じゃなくて新政府軍なんです、川田がやってきて、逃げる者は切り殺すっていう、土方と一緒じゃないですかってことか、土方の時の土方言ってます、それで失態激励して、新政府軍は立ち直って、旧幕府の姿側の向こうの幕田村の方に、追い返してしまうんです。旧幕府軍の死体っていうのはそこら辺にもうね、ぶん投げられた状態だったんですね、野ざらしの状態、それでこの辺の農民木村宇之吉さんだから3名が、これで哀れだというわけで、ただ旧幕府軍は俗軍なんで死体をいじっちゃダメなんですね。木村さんは官軍か俗軍か、要するに新政府軍か旧幕府軍か区別のつかない死体がゴロゴロしてるんで、埋葬したいって言ったら願い出たらようやく許可されたって言うんです。敵味方にこう関係なく死んだとね、戦死した人を葬るっていうのは心の優しさじゃないですか、そういうのがこの地域の方にはあるんですね。お二人もね、心が優しいお二人だというのを私は認識してるので、いやそういうところと共通性あるんじゃないですか。僕はそうですね、僕はちょっと優しいところ、僕はって、こいつは何だっけ、俺も含める、含めてる、お二人とも優しいですと、この頃にサインしてるとこ見てくれてたんで言わなくていいよ、自分の口からな。あの姿がやっぱり私は大事だと思うな。こいつは早く行こうって言ったんですよ。言ってねえよ、ちゃんと書きました。そうじゃないんですか。福田さんは土方歳三の不安じゃないですか。だから土方さんはここに来なかったんですね。でも理由は分かんないです。で、大鳥は体調が悪かったと。大鳥圭介とか、土方歳三がこの戦いに参加してれば、多分状況はもっと変わったものになったのかなっていうことを、そうですね、最後福田さんにぜひ言いたかったです。あそしたらね、お互いの大将がお前逃げたら殺すぞってお互い言ってるわけですもんね、そしたらもっとバリバリやり合ってますこれ挟んでってことですもんね、やっぱりなんか雰囲気あるね。今回のテーマは壬生町安塚。江戸時代は宿場として発展、幕末には戊辰戦争の激しい戦場となりました。2人は戊辰戦役の日の近くにある岩作根作神社に向かいます。すごい道路が走ってますけど、これはバイパスなんですね。今歩いてきた向こう側が昔の街道、いわゆる宇都宮街道なんですね。でもうここはもう姿側のあそこに淀橋っていう橋があって、あれを挟んで街道沿いにですね、戦いもあったということで、こっちこう小高くなってるでしょ。あ、ちょっと高いですね、この辺も遡ってちょっと小高いですね、登りになってますね、でこういう高いところに大砲なんかを備えたり、兵士もそういうところに、配置してたんだと思います。新政府軍の方ですね、でここは岩作根作神社というふうに言いますね。すごい名前ですね、岩作根作神社。ここは実は古墳なんですよ。前方後円墳、さっき言った八つの塚、八つ塚が安塚になったと言いましたよね、その代表的な塚がここなんです。どうも、こんにちは。こんにちは、今日はわざわざありがとうございます。すみません、よろしくお願いします。こんにちは、ネギの価値観、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。手水をしまずして清めていただくと、本殿の脇を進むと古墳を一周する歩道に出ます。人によって毎日のようにここ散歩がてらに回って帰る、あそうなんですか、あでもいいですね、なんかすごい古墳って分かりますね、ここ本当回ると、ここは本当古墳っぽいね、山になってますね。これが円の部分ですね、こっち側。そうです、古墳だ。
古墳の周りの七福神など岩根山ではありがたいものをたくさんめっけできます。であのそこに正面に、はい、絵馬、大きい絵馬が、いやあれさっきかっこいいなと思ったんですよね。こっちにも絵描いてもらったりしてるんですけど、木舟と天城で疫病退散の図ですね、はい、南イルカイチュウ正面と右2つはそうですね、はいはい、で左側は数形者のお子さん、あお子さんが、うん、さっきあの車で遊びていただいた、あおおそんな大丈夫なの、わかんないよ、いやいやいや、そんなマスク可愛いですね、ドラえもんで今山行ってタラッペとかタラのね、ああ山線乗り行ったんすか、名残がありますね、山線とか行ってきましたねこれ、行ってる行ってる山線、嬉しかったです、いやこすいません、ありがとうございます、ごめんねごめんね嬉しい、最高、こちらこそ嬉しい、最高って言ってもらって思わずお土産いただいちゃいましたありがとうございました。さあ引き続き境内を歩きましょう。こちらは老梅、黄色い花が咲く梅、年末から節分頃までですかね、咲いてるんですけども、はい、もう花は落ちちゃいましたけど、こう社務所向こうから見てみたらハートの形してたんですよ、花、花が咲くとちょっと V の字に気が出てますよね、あこれはあの良縁のご利益にいいな、いいです、はい、このような形にさせていただきます、爽やかでいいですね、年末と年始はライトアップしてます、はい、ネギもあの奥様先ほどから写真撮られてますけども、はい、あの夫婦円満で、あはい、おかげさまで、あよかったです、はい、よかったです、老梅のおかげだ、あそうですか、はい、お出かけとかもされてるんですかお二人で、あのこうデートとか常に一緒にいない方が逆にいいと思いますね、はい、あ新鮮な感じで、はい、多少距離を取ると、はい、はい、そうですね、べったりすぎない、はい、あなるほど、その方が円満の秘訣ですか、はい、そうです、秘訣です、これはこれリアルな、はい、ね、リアルなあれをありがとうございます、さらにこんなものも、はい、こちらは恵方神社です、はい、このお宮が向いてる方がですね今年の恵方でございます、うん、あだからお宮もこっち見てるんですか、はい、そうです、あなるほどなるほど、で実はあの、うん、真ん中の丸い円柱のあれありますよね、はい、あれはここの神社ではあの太巻き寿司のご祈願をやってるんですけども、太巻きをモチーフにした形になってます、あちょっとブツ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 ってあった、あ本当本当、はい、あれこれ海苔巻いてんだこれなんですか、あこだわってますね、これブツ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 、これ海苔巻いてるとこもこうあります、ここの神社は節分の日に福巻き寿司という形でですね、はい、太巻きを社殿で食べて厄除け方位除けをしましょうっていう祭事を行っております。あそうなんですか、平成9年に始めまして、はい、25年ぐらいですかね、うん、はい、で関東のスーパーとかコンビニがあると思うんですけども、はいはい、関東でも流行りだしたのが、はい、うちが始めて 2,3 年後あたりからやるようになったじゃないですかね、ちょっと先にしたんですね、そうなんですよ、早いっすね動きが早いえっ、あっ、うわでかい、やいやいや、でけぇ一つ、いやこれ高級品だぞこれ、今日買ったか、かんぴょん不定だこれ、すごい、今日作ってくれたんですよ、もう社長が、社長、社長じゃないか、社長って言わないか、すみませんね、なんか名前分かんないですけど社長って言っちゃった、宮司さんじゃん、宮司さんは、すみませんおい、グーズさんの前で社長ってねえぞね、社長、すいません社長焼けただ今日これマスカードスイッチ焼けただこれおめえ運気が上がるようにという気持ちを込めてですね、少し上を向いて食べていただきたいと思います、とても立派な絵法だよこれ、じゃあいただきます、はい、いげえ、いげえお兄さん、うんうんじゃねえようんって言いましたね、入れすぎだよ、お米美味しいです、美味しい、一旦水欲しい、うん何よりご利益が本当にありそう、ああそうだね、うん、しかもこのみんな奥様の手作りだから、うん、ありがたいね、美味しい、これ本当は喋らず全部食べるんですもんね、そうです、あダメだもうじゃあダメだもうダメですね、喋っちゃったからこれ本当はね、残念、いや本当だから、本当だから、はい、本当だから美味しいです、うん、ダメだ、はいもうダメはいはい、ダメだ、いくら食ってもダメだって、大丈夫だよね、ただ今腹満たしてるだけだからもうね、じゃあやる、そのままダメ蛇すぎだいや迫力あんねこれ、太いよ本当に、迫力あんぞこれ、
それこそ大砲みたいですね。チキン散歩。鬼の金棒に見合って、鬼をやっつけるという意味合いもありますんで。はい。あ、すいません。いいっす。どうも。北北西の方からいいことありますように。いただきます。今日朝何時起きた？4時。ずるいな。ちゃんとやったら初めてかも。あ、家でなんとなく、なんとなくほら家族がほら食えとかなんとかなんか家に残ボーンと残ってたりするでしょ、うん、それで一緒にかじったりしてるぐらいだからさ、ちゃんとこんな風にやったのに。方角は示しますね。ちゃんとやったら初めてかもしれない。あんまりやったことないんで嬉しいっすね。うん、これはでもブームになる前からやってたってのはめっけですね。はい、毎年ですね、節分には一応300本作ってですね。へー、結構作りますね。まあ、うん、して祈祷中に食べていただいたりするんですけども、はい、1分2分ほどですね、食べていただいてね、はい、一口二口食べていただいて、はい、あとはうちでお持ち帰りになって食べてくださいという案内をさせていただいております。なるほど、全部食べきれなくても大丈夫なんですね、はい、安心して参加できますね。はい、どうですか地元の方の評判なんかは。味がいいということは言われますね。あと、まあ、とても大きくて食べられないかなと言われるんですけども、意外に軽くて食べきれちゃうなという話もあります。そうですね、はい、うん、ご利益ありましたなんて話もあるんですか。そうですね、結婚できたとかね、そういう話もね聞きますね。はい、今日はどうもお疲れ様でした。どうもいろいろありがとうございました。なんかゆうじさん、こうじさん、はい、今日は何かメッカがありましたか。いや、ありましたね。あ、そうですね。やっぱこの身分の戦いで戊辰戦争の流れが変わったかもしれないっていうのが一番ちょっと僕興味深かったですね。ここもし幕方が勝ったら押されずにちょっと流れがこの後変わってたのかもなとか思うとちょっと感慨深いものありました。そうですね、はい、土方さん何してたんでしょうね。それは不思議になりますね。またいろいろ残されたお墓とか見て耳の人の優しさとかそういうのがなんかよく分かったと言いますかね。本当ですね、ちゃんともらってくれてね。そうですね、地域の方がね、はい、まあ、史跡とかね、はい、まあ、文化とか、ね、まあ、歴史、はい、そういったものをこう大事にしようという気持ちがよく分かりましたよね。はい、ね、まあ、この神社もね、 もちろんその何ていうんですか、地域の中心として、ね、頑張っていくってよく分かりましたよね。はい、はい、そうですね、分かりやすく勉強ありがとうございました。ありがとうございました。福田のなんか個人的な熱気ありました、はい、ああいっぱいありましたね。いっぱいあった。やっぱ相田先生が昔高校野球の監督もやられたってお話が途中あったんですけども、そうなんですよ、その時の歴史の話もいっぱい面白くて、一番嬉しかったのは大田原高校が決勝戦に行った時の仁美さんのピッチングを生で見てたっていうお話が一番の僕の熱気でした。大田原高校が30年以上前かな、そうなるか、もう決勝行った夏ね、はい、宇都宮工業に負けちゃったの1対0でさよならでね、その時の仁美ピッチャーの話をしてくれたと、こういうどういうフォームでしたっけ仁美さんは。すごいダイナミックなね、はい、まあ、あとは有吉さん、はい、やっぱり最後まで我々のことユージさん、コウジさんで呼ばれてたんですけど、マシコと福田ということでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にいろいろ今日は歴史の勉強ありがとうございました。ありがとうございました。これからも身分の方にまたおいでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またご案内していきたいと思います。はい、お世話になりました。ありがとうございました。はい、というわけで今回も本当に知らないことばっかりでごめんね、ごめんね。またお会いしましょう。ゆうじとこうじでした。壬生町安塚は心優しい人々が住む町。安塚の戦いでは敵味方関係なく死者を弔いました。人の心と歴史、文化を大切にするそんな町でした。U 字工事の旅発見、次回はパゾうどんで発見。いや珍しく調子込んでますよ。若い子のために今パゾう屋さん守ってるのに。お楽しみに。土方歳三のどういうところが好きなんですか。農民から成り上がっていくのに、その実際にいた武士よりも武士らしく生きたっていうのが一番かっこいいなと思います。なるほどね。
なんかずるそうな感じで今なんとか仕事くださいみたいな感じで邪念が多かったですね。邪念が多いね。神様ちゃんと見えてます。見えてますかね。